して、僕ら渡辺監督が初めてメイン監督やった場だったんですけど、はい、で初めて僕の回で僕がレッドになってから、はい、全スタッフさんが、はい、渡辺さんが怒ったの初めて見たっていう、今だったらもう渡辺節っていう節ができるぐらい、シュワーッって、はい、ちゃんとやるんですよって言って、すごい丁寧に怒る、敬語なんですよ、敬語なんですよ、怒るっていう。しかもゴーンちゃんはもう本当に僕の直系のレッドだっていうので、なんかさ、今回のレッド旬っぽいんだけど、はい、いやめっちゃ言われましたよ、なんか旬っぽい、旬っぽいって、そういう系譜なんですよね、でもどうなんですか、そのさ、似てるっていう風に、確かに俺もめちゃめちゃ言われてたけど、似てます？こんな失礼なやつだっけな。いやちょっとな、まあ、でも勢いとか元気とか、そのちょっとつぼ落ちになれとってのは一緒だろうなと。ですよね、そう、そこは確かに一緒だったかなっていうふうに思うし、お互い天然ボケなんですよ。えボケ同士でボケまくるから、だから突っ込まれていじり倒されても負けないっていうか、多分どの人よりも似てんのかなっていう。ああそこね、なるほどね、ここね。プラザでイベントやったんですけれども、うん、いかがでしたか？やっとね、はい、やっとヤスとね、そうですね、共演できて、はい、まあ、アウターマンはあったけど、うん、この戦隊絡みでね、はい、なんかちゃんと人前に出たのって初めてだから、これはちょっと感慨深いなと。そうですよね、うん、初めて本当多分ヤスがレッドに決まって、多分現場行った時ぐらいから、うん、なんか現場がざわつき出して、ざわつき始めたの、連絡先してるスタッフさんから、うん、旬みたいなやつがセンターに入ってきたぞって言ってめちゃくちゃ連絡いただいたんですよ。誰だそいつって思ってたんですけど、そいつがこいつだったんですよ。そいつがこいつだった。ヤスもさ4回落ちたんですよ。4回落ちた。で4回落ちたら普通はやっぱりちょっとくじけたりとか、うん、なんか違うんじゃないかなとか諦めかけてたりとか、うん、やっぱり続けることで周り回ってこうやって、しかも一番ね近い形のレッドをやったっていうのは、うん、そうですね、これは本当にすごい運命的だなって、うん、そうだよね。実はしゅんくんも結構俺たち養護施設のね、まあ、そう、俺は施設行ってないけど、まあ、両親いなくて、うん、もう子供の頃から働いてたし、うんうんうん、で施設行ってる上にいろいろ苦労しながらも夢を目指してね、うん、やってたから、うん、そうだね、そういう関係ってすごい面白いよね、うんうん、そうだよね。まず似てる部分としては、うん、渡辺監督がパイロットっていうところはまず一緒なんですよ。あ、そうだね。そうで、ひかささんがプロデューサーでしょ、うん、そう、あと名前も陽介と宗介で似たりとかするし、うん、相棒はスピードでしょ、なんか鷹じゃないですか、どっちも。あ、そうそうそう、なんか似てるし、そこも。あとは、ね、フェイスオフ、要は自分たち専用のね、スーツがあったりとか、うん、結構似てる部分多い。そう考えるとすごいよね。だって勢いのある感じでしょ。昨日ちょっとイベントやる前にゴンジャ見たんですけど、こいつの出方とかめっちゃ俺とそっくりやんそうだね。レッドはね、みんな基本的にはもう熱くまっすぐっていう、うんうんうん、若さゆえにとかこうパッといくタイプっていうのは、はい、多分歴代の中でも限られてるから、うんうん、そうだね。そういう意味では本当に直系の、はいはい、なんか弟みたいな感じだ。まあ確かにそうだよね。なおのオーディションの時の伝説があるんだけど、何、少林寺拳法って書いてあって、うん、すごいアクション女優だと思って、うんうん、でそれでプロデューサーがめちゃめちゃ面白いねっつって、うん、やってくださいって言ったら、はいって言って、はい、うん、以上ですとか言って空気がシーンとして、それで受かったってすごいよね。すごいね。もうオーディションとか何でも書いとくべきだねっていう話は、ついこの間も20周年でできないんですけど、ね、でもそうか。でも受かってやっぱ人生結構変わったんじゃないですか。それもアメリカ行くだったりとか決めてやってたから。あ、そうそう、本当に1週間後ぐらいかな、電話がかかってきて、塩谷俊さんに、うん、ハリケーンレッド受かりましたってなったんですよ。おー、すごい。本当にやったーってなって、うん、でもうすっごい嬉しくて、めちゃめちゃお世話になった人に電話して、うん、受かりましたって言って、うん、結構ちょっと半泣きでしたね。嬉しいですね。その話聞いて、俺も嬉しくなってきたわ、うん、結構。主題歌を聞いた時の率直な印象を教えてください。はい、
ハリケンジャーの主題歌小サベみたいなものから始まるじゃないですか。あれを聞いた瞬間からすっごい鳥肌立って、うんうん、テンポが良くてすごいキャッチじゃないですか。耳にも残るしね。そう、うん、あすごいなって、うんうん、やっぱ戦隊とかヒーローの曲ってこんなに自分を元気にしてくれるっていうのにまず感動して、うん、やっぱ自分が元気になるってことは、うん、たくさんの子供たちとか聴いてる人ってみんな元気になるんだろうなと思って、うん、だから僕は本当に感謝しましたね。高取さんはその時に初めてなんですよ、うん、メインのオープニング楽曲素晴らしいじゃないですか、うん、あすごいいい曲だって思ってて、うん、でエンディングが影山さんっていう、いや俺らっていうドラゴンボールの人に主題歌を歌ってもらうのっていうのもやばい、びっくりして、はい、シュシュッと参上っていうポップで元気なやつとちょっとしっとりしてるけども、はい、アニソンを作ってきた人で締めるみたいなのが、はい、僕ら本当に感謝ですから、はい、ありがとうございます。手裏剣者、まあ、レジェンドの方がたくさん出てきますけれども、うん、中でも印象に残ってる方は誰ですか？はい、皆さんすごいんですよ、うん、で思い入れとか魂持って自分たちの戦隊代表で来てるんで、すっごい熱い思いをかけてもらって、うん、一番最初に印象だったのがリュウちゃん、西岡のリュウちゃんで、リュウちゃんと大柴君はやっぱめちゃめちゃレッドなんで熱いんで、うん、めちゃめちゃなんかすっごいダメ出しをしてくれたんですよ。シュン、それじゃダメだぞとかって言って、うんうんうん、めちゃめちゃ怒られた記憶があって、うん、じゃあどうしたらいいんですかとかって言って、うん、そうやって言ってくれるからこそ何クソって言って負けちゃいけないって思いながら、うんうん、その輪をやってたっていうのがあったのと、うんうん、でもう一つがやっぱすごいなと思ったのが大場さん。大場さん、僕らからしたらもう一世代以上前の方で、うんうん、だから年齢だけ聞いたらもう結構いいお年じゃないですか。確かにそう、ね、なんですけど大場さんがあの手裏剣じゃやられた時に垂直ジャンプしてキックされたんですけど、うん、スパーンってジャンプして蹴ったんですよ。へー、どうやったらあんなに飛べるんだっていうぐらい戦隊の先輩とかジャックさんってとんでもない力を持ってんだなと思ったのが、うん、まあ、きっかけで、はい、本当に今手裏剣じゃ皆さんいろんなエピソードありがとうございます。シュン君が、まあ、陽介として、まあ、いわゆるレッドなわけじゃないですか。でも他に人気を持ってかれそうになったなみたいなシーン結構あったと思うんですけれども、いかがでしょうか？本当に常にその1年ですよ、うん、僕と、うん、こうちゃんだけが演技経験初めてで、他の人は芝居やってきてたから、うん、でそこでレベルの違いがあって、うん、しかもゴーライジャーとかの出方とかって、うん、本当にちょっと振り返るだけで全視聴者奪ってくるんですよ。スローモーションでこういうのね、今 SNS でライブあったら多分全部コメントゴーライジャーで埋め尽くされるぐらい、もう圧倒的な力で僕らを抜いてくんで、ずっと悔しかったですよ。ハリケンジャー3マンスで長澤直っていうブルーが戦うブルーなんで、全然僕らのサポートするっていうか、なるほど、前線に3人とも突っ込んで、はいはい、3人でまずそもそも喧嘩するんですよ、うんうん、立ち位置もそうだし、そうだね、ちょっとイエローが前出たら俺も前出て、じゃあブルーも前出てるどんどん前出ちゃう、少しずつみんな前出てくるんで、カメラマンの菊池さんにおいお前ら前出すぎだっつって、ラインここだっつってって言ったから、まあ、バカ3人組みたいな感じだったんで、その中で荒れてる上に手裏剣じゃ単体優しいんですけど、手裏剣じゃ中身の人たちがやっぱり先輩として負けられないっていうので戦ってきたんで、うん、戦いの石なの。なるほどね。だから圧倒的にその負けたりとか、そのいわゆる投票があるわけですよ、はいはい、その中でやっぱゴーライジャーが出てきたりするとやっぱすごい票を取ってくんで、うん、悔しいと思いながらもやっぱり意識が変わったのはシュシュットザムービーっていう、うん、映画があった時に、うん、初めて渡辺監督がお前来週からさらに気合い入れとけよ、多分人生変わるぞって言われたのがシュシュットザムービーで、まあ、主役の中でも陽介に物語の軸を置いてるっていうのがあって、うん、シュシュットムービーを終えた後に、うん、なんか人間としてちょっと成長して、うんうんうん、一人一人の役を生きるっていうことの方が大切だなって思ってから全部見方が変わって、うんうん、で俺は最終的に1年を通して最後にみんなをまとめられるレッドになるっていうのが使命だっていうことに気づかせてもらって、うん、みんなからそっからなんか芝居も楽になったし、いろんなものの波が変わって大人になったねって言われるのもあるし、どうなんですか、あれから20年経ったけど、うん、俺からするとね、見た目は全然変わってないわけですよ、うん、だけど陽介的にはほら20周年もあるから、うん、ちょっとそこを聞きたいんですけれども、大人になってるんですか？いや、めっちゃ大人になってるね。今回は特に20周年はすごい王道なんですよ、うんうん、10周年はみんなに笑ってもらったりとか、ファンの人が見ても知らない人が見てもなんか面白いねって言えるような、今回はそこじゃなくて
もう一回物語っていうのを見つめたものになってるんで、うん、その中で自分たちの成長度とか当時の考えてた自分たちのヒロイズムと今を考えてるヒロイズムってまた少しずつ実は変わってんだなっていうのがちょっと感じた。なるほど。いやでもこれめちゃめちゃ楽しみですね。もうね、本当にドンブラザーズとのコラボあったじゃないですか、はい、まあ率直な感想をお聞かせください。めちゃめちゃ楽しかったね。本当にドンブラザーズすごい素敵だった、うん、面白かった。まだ全員と俺らは絡めてなかったんだけど、うん、そのコアクちゃんだけでもすっごい才能、コアクちゃんのエネルギーに3人が引っ張られるぐらいフレッシュだったし、うん、いやドンブラ喫茶で暴れまくってね、いい迷惑だから忍者がね、影の前とか言ってどんどん椅子がバカ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 みたいな、でこうやってやってそのまま行くなみたいなあったよね、確かに、みたいなね。やっぱ若い者に対して僕らはリスペクトとエネルギーを感じるなって。なるほど、大人になりましたね。大人になった、大人になりましたね。しかもね、うん、新戦隊、うん、クワガタが出るらしくて、キングオージャね。そう、はいはい、強引に俺らも出てきたいな。なるほど、そこにあなたゴーライザー側じゃないでしょ。でも今日の方がツイッターにえ、これ要じゃないって言ったんで、うん、すぐ俺も、うん、じゃあ俺らも出ようぜって言ったら、うん、お前は違うよって言われた。確かに違うよ、あなたは違うよ。いやでも、うん、タカだから、あなたはチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。